はい、こんにちは。札幌占い美容室早山頭の琴です。はい、今日も、おねるさんの方をやらせていただこうかなと思っているんですが、今日って何をされるんですか？今日はパーマを中心にやっていただきたいと思います。はい、なんかあの持ってきたものってありますか？あります。こういう感じに、はい、あ、ちょっと写真撮っていいですか？はい、大丈夫です。はい、ブリーチしてますね。あのね、このような感じなんですけど、ちょっとわかりますかね。グレージュ系のカラー、ブリーチしてるグレージュ系のカラーにウェーブがかかってる感じです。だちょっとブリーチしてパーマかけないとダメだと思うんで、まあ同時進行ですね。まあ流れ的には最初ちょっとカラーやろうかなと思うんですけど、カラーやってパーマやってトナーかなっていう感じですかね。ブリーチしてパーマかけてトナーかな。でちょっと時間かかるメニューなんで、ちょっと急いでいかないと間に合わないかなと思うんで、ブリーチしても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、じゃあ今日もね、あのダメージが出づらいブリーチ剤を使って、やっていきたいなと思うんで、あんまり明るくならなくてもそうですね、いいんですよね。ちょっとでいいんですよね。はい、多少暗くなったりしても、あ、はい、問題ないです。やっぱりあのアッシュを結構強めに入れようって、モデルさんの髪の色的にちょっとオレンジが出やすいそうなんで、結構ブルーを強く入れようと思ってますから、あのちょっとトーンが暗くなってしまうと思うんですよね。なので、多少最初は暗いと思います。じゃないと多分かなりトーンを上げないと難しくなるんで、そうするとね、今綺麗なロングスタイル、ちょっとすいませんね、はい、綺麗なロングなんで、髪の毛傷んじゃうとちょっとあれですから、なるべく傷ませたくないなというのが僕の気持ちで、まあラフな感じにちょっとブリーチしてパーマかけたいなと思っております。で今日は、パーマの方ちょっと新兵器使うんで、皆さんちょっと期待しておいてください。はい、ということで、これからどんどんやっていきたいと思います。はい、では一度失礼します。はい、今シャンプー台で、ブリーチを塗ったんですけれども、一番気をつけないとダメなのは、シャンプー台でブリーチを塗るときはここですね。このトップのところにつきやすいんですよ。寝てる状態でつけるときにここについちゃうともう終わりです。で今日はあのグラデーションでつけてるんで、基本手で塗ってます。で毛先の方を中心に、ちょっとカラーを塗ってですね、こっちの方はうまくトップの方は少し、ぼかしてるような感じですかね。まあ、 ランダムにやっております。はい、で色が出たら流していくんですけど、まずブリーチ、それからロングのパーマ、それからトナーカラー、この3つ、多分通常サロンでやるとしたらだいたい5時間ぐらいかかるでしょうかね、わかんないですけど、これを2時間でやろうって僕思ってます。今日で2時間で終わらせないと、ちょっとその電車の時間とかもないんで、ちょっと巻きでやっていくような感じなんで、ところどころはちょっとね、ちょっと雑なところあるかもしれませんが、いい仕上がりを作っていきたいと思います。で今もう少しずつブリーチ剤で、抜けてきてるんですけど、まずこちらのブリーチ剤なんですが、パウダーブリーチ1に対してオキシ10です。まあ前も使ってたんですけど、パウダーブリーチ1に対して 6% オキシが10ですね。それでやっております。で あんまり明るくしたくないので、これぐらいのパワーで大丈夫かと思いますので、あえてこのぐらいの力でやって、ます。でカラーの方はかなり強めのブルー入れるんで、まあそれなりに明るくなればいいかなっていうことなんで、まあ、12トンぐらいまで上がってくれればいいかなっていうぐらいにしか思ってません。なんで、だいたい5分ちょっとぐらいで流そうかなとは思ってはいます。はい、っていうような感じですね。途中報告です。で、これで流したら本当に、ね、この辺でこう塗ったぐらいなんですよね。だからこのグラデーション具合、これを想像しながらシャンプー台で塗っていくような感じになります。でウェットでね、塗った方がダメージも少ないですし、
まあただ狙ったところに狙った色っていうのはなかなか慣れないと作りづらいので、そこだけ気をつけていただければ大丈夫かと思います。なんでカラーはもうこれでブリーチは終わりなので、とりあえず次はねパーマっていう感じで、とりあえずここで一回止めます。はい、今ですね、もうシャンプー台でパーマ液つけてるんですけども、まあロングのやりやすいところは、まあ結構毛先だけシャンプー台で簡単につけれるっていうところがロングの簡単なところですね。でカットは後で切ることにしました。一番肝心なところまず言っておきます。でブリーチしてますよね。ブリーチはかなりアルカリ度が高いです。で、ブリーチしてるとブリーチが残ってるとですね、大変パーマかけた時に危険ですので、まずシャンプー台にお湯を張ってブリーチをしっかりシャンプーした後にお湯を張って、そこでしっかりですね、水につけてください。でその状態でパーマ液をつけたんですけど、ここでちょっと注意するのが1点あります。毛髪内部にアルカリが残留されてるんです。まだで、ブリーチ剤のアルカリが毛髪内部から完全に抜けてないんですよ。で、間違いなくブリーチの pH の、まあ今回ですね、かなりオキシを多くしたのでそんなに高くはないと思うんですけど、要はアルカリ自体が内部に残ってしまってるんで、通常に使う薬剤よりも反応が早いと思うんですよ。まあ、僕のあくまでもこれ個人的な予想なんですけど、なので、まあブリーチの後やる場合っていうのはパーマ液を若干スペック弱くした方がいいと思います。なんで今日モデルさんかかりづらいということだったんで、最初システアミンを使おうと思ったんですけど、今回はあえて一ランク下の薬を使ってシステアミン使わないで、ちょっと優しい薬ですね。でスピエラと GMT は使ってますが、ランクは下げてます。それはなぜかっていうとブリーチの残留アルカリですね、そこが反応してくるんではないかなっていう僕の仮説です。なんで、その辺を考慮して液をつけました。でもうすでにですね、こう喋ってる場合じゃないんですけど、もうこれ反応が始まってるんですよ、パーマ液つけてる時点で。でここからもうパーマ液がスタートしてる状態なので、まあ、こんなことやってる場合じゃないんですけど、今のところでだいたい時間が30分切るぐらいの感じで来てます。でこれでパーマ巻いて、まあ、2時間入れるのかなっていう感じですけど、シャンプー台でつけたのはこちらポンプですね。こちらのポンプ付けして、なぜポンプでつけるかっていうとパーマ液が非常に少ない量でできる。でダメージも防げます。あとは液だれしづらい。でクリームだと中間水栓で取れないとかですね、液状だと垂れるとかいろいろあるんで、まあ、中間を取ってポンプの泡にしてます。まあ、これの作り方はね、まあ、今度なんかね見ます。はい、ということで、で今回使用するのがですね、この朝倉のロットなんですが、これ特殊なロットで、まだ未発売なんですね。多分これを今扱って動画を撮ろうとしているのは、多分これを使ってやるのは世界初だと思います。これ自体をですね、こう動画で発表するのは。なので、こちらこういうやつです。あ、違うな、前 Facebook ライブで1回やってますね、うちのスタッフが。なんで、これモデルさんに実際やるっていうのは多分これ世界初ですね。これをやるっていうのは、これ何がいらないかっていうと、ペーパーゴム一切いらないんですよ。でテンションによって巻き方が変えれます。まあとりあえずねやってみましょう。もうシャンプー台で薬つけてるので、もうプラスポンプつける必要はないかなと思ってるんで、もうこの状態でいける感じですね。で、髪の量ですね、この厚さでかけていきます。パーマは厚さです。はい、厚さっていうのは どういうことかっていうと、100本だったらこっちも100本の束です。これが1個が200本の束で、こっちが100本の束だったら100本の束の方がウェーブ効率が小さくなりますので、そっちの方が強くかかっちゃいます。ですので100本だったら100本っていう感じにした方がいいですね。
で、このベース1本目っていうのはかなり緩めに、緩めじゃない、ちょっと強めに巻いちゃっていいと思います。じゃないと強めに巻かないと、なんて言うんでしょうね、かかった感じが、なんか下かかってたらちょっとかかってる風になるじゃないですか。なので結構僕1本目は結構攻めるんですよね。あとは緩くかけるんですけど、なんか結構下緩かったらなんかあんまりかかってないなってなっちゃうんで、で、これちょっと皆さん分かりますかね、このロッドって特殊なんですけど、特殊ロッドの意味分かりますかね。これペーパーいらないんですよ。で、これの良さは毛先の方はちょっとこう緩めに巻いて、じゃあこの中間からテンション入れたいなっていう場合、ここだけテンショングッて入れれるんですよね。中間かけたいなとかいう場合は。で、あとゴムもこれついてるんですね。そのままロングの場合簡単ですね。これでもう止まります。なんでペーパーもいらない、ヘルプもいらない、超簡単っていう感じです。ただちょっと長いんで今ちょっとスピードは遅いですけど、この辺はバッグ3つに今分けて巻いていきます。この時も100本100本100本の束にするようにしてください。厚さ、ブロッキングが違っても、大きさが違っても、髪の毛の厚さが厚さで選んでいただいた方が間違いないです。で、このゴムのねラバーのとこも特殊なんで跡つかないんですよね、ゴム跡が。なんでそこがすごいいいかなと思います。で、ここの、見えてないですね。これ毛先がくるくるくるって丸まるんで、ちょっとくるって丸まるんですよ。中のロッドが回るようになってて、で、このままくるくるくるっとやっていけるんですね。だから中間巻きとかあんまりしなくても、全然大丈夫です。毛先巻きでいけます。で、アシスタントさんが、例えばサロンで巻いたとしても、そんなに誤差なく巻けるんで、大型店でも使用ができるかなと思いますね。毛先がくるくるって丸まるんで、今これ滑らしてるんですけど、で、そのまま巻いていきます。で、テンション入れたい場所、はい、僕はこういうふうにちょっとシェイクしながらかけるんですけど、これは正しい位置に馴染むようにやってるんですよね。結構メニューが濃かったんですけど、ブリーチしてパーマしてトナーです、あ、カラーしてちょっとカットだけした感じです。はい、皆さんなんかこういうのやってこういう企画してほしいとか、そういうのがもしありましたら、コメント欄の方に記入してください。そしたらなるべくですね、お答えできるような動画をちょっと作っていきたいなと思うんで、一緒に協力してください。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございました。今日どうですか？はい、すごい満足しました。本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。本当ですか？はい、本当です。ございます。はい、ということで、ではバイバイ。